まだちょっと説明がつかないというか、自分の中でうまく原因がわからない。例年に比べると冬季練習の入りが遅れ、1km4 分を切るレースペースの練習の頻度や距離、ボリュームが足りなかったのは事実です。陸上で美しく躍動した女子アスリート校レース直後に振り返ったのは、今回の世界陸上で3連覇が期待されながらも24位という結果になった競歩 20km の山西しか和。 愛知成功だ。レースから数日後、改めてこの結果に至った要因の分析とともにパリ五輪に向けてこれからやるべきことを語ってもらった。レース直前には雷雨によりスタートが2時間の遅れるアクシデントがあったが、それは関係ない、と言い,い、今回の結果につながった一つ目の要因として、昨年の秋以降からの積み上げが足りなかったことを挙げた。 10月末の全日本 35km 競歩高畑大会に出たので、9月と10月はそちらの練習に当てましたが、強化というよりそれまでの貯金を食いつぶしながらやっていたという感覚でした。しかし、大会後に一からやり直そうというところで足踏みをしてしまったんですよね。11月は自分の挙式やアスリート委員の会議で国外への移動があったり、 12月に練習を始めたら足に少し痛みが出たり、11月から12月半ば過ぎまでは軽い練習でした。それが、練習の積み上げができず、痛かったですね。その後から、今年の4月くらいまでに冬季練習分を詰めればいいと思っていましたが、間に合わなかったです。2つ目の要因としては、新しいことにチャレンジしたことだ。本来、世界選手権は各年開催。 いつも通りのスケジュールなら、一年間、試す期間があって、次に備えられる。だが2020年東京五輪とその翌年の世界選手権が新型コロナウイルスの蔓延により、一年ずつずれたために2021年に東京五輪、2022年に世界陸上オレゴン大会となった。本来役はずだった2023年には世界陸上ブダペスト大会が入り、2024年にはパリ五輪。 2025年に世界陸上東京大会が控える異常な状況になっている。これでは切り替える時間が取れない。2021年東京五輪から5年続けて世界大会が続く中で、毎年夏の国際大会の 20km のためだけに5年間を過ごし続けるというのもなんだか弾けないなと。イメージとして、僕がやっているのは螺旋階段を登り続ける作業だけど、 ずっとすべてを同じサイクルで回り続けるというのも個人的には、まあ、うーん、と思いますし。2016年リオデジャネイロ五輪と次の世界選手権で連続メダルを獲得した荒井博之さん、富士通からは、そこにちょっと空きが来てしまった、とも聞いていたので、それなら自分もカンフル剤的に何か違うことをしてみようと思ったんです。高畑大会に出たことなどチャレンジに、 明確な意図があるほどのチョイスではなかったけど、何か得られたらいいな、くらいで、ちょっとつまみ食いというか、一歩外れてみようかと。そういうのがこのブダペストに関してだけを言うなら、よくない方に作用してしまったと思います。ただ、これも前向きに捉えている。長いキャリアを見たときには、35km を1回やっておくとか、私生活の変化やイベントを踏んでおくことは僕の人生や、 競技生活全体を見たときに必ずしもマイナスではないだろうし、そのチョイスをすべきではなかったとは思わないです。